いつもご視聴ありがとうございます。工房ともチャンネルです。今日はね、仲間内とデイキャンプに来ております。荷物はね、今下ろした状態で、今空にして、今あっちの方に準備してます。これ何一つ完成してね、これね、建てるの手伝ってもらえる。寝るって転ぶなよ。いるよ。ここにいるよ。忘れないであげて。もう寝るやついるんだけど。お、ここオーリーコーナー。オーリーコーナーすね。じゃあカメラずっと向けとくから頑張って。マジですか？中身開ける？開けましょう。まだできてねえけど。いや、できてないけどいいよ。一人だけうまそうなの食ってるぞ。いやまだだけどね。みんなにちゃんと分けるかな。あ、こっちもいろいろで、あれみんな、あれなんだよな、脱ぎちゃってからいろいろ買ってたんだよ。何でもいい。ここで今ね、串に刺したいねって言ってた。手洗いたくないからこれやってる。何から行きたい？思ったんだけど、これ使う？どれ？使う？そっちで焼くよ。うん、そっちでやるのいっぱいある。おう、ならいいんだ。今ふとこれ使い道あんのかなと思ってさ。ポータブル電源エコフロー2×2。パーティーシェード300で、これがロードトリップ で、これがビールを作ると。そうパリピできてこれが一番いいと思うんだ。そうかもしれない。俺さ、無理よ一人で、このパーティーシェード手に無理だった。
たいな感じで早くね今ね、気がかりなんです、うん、これだと、あんまこれ使わないよね、うん、これね、まあ、ほんと、暑い時に使うよ、もっと、これなんか近いと使うかもしれない、これさ、手袋になったかあ、やばい、刺しすぎた、なんか、かっこいいこと言ってる、カロリーの効率もやってるって言ってた、風が今さ、マジで無理そう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 、そこ一番やばいとこだよ、やばいの、なんかさ、今まで生きてきた中で一番今が太ってるって言ってて、マジで今から10キロ落としてますよ、こんくらいで焼けるかな、焼けるんじゃない、もうちょっといい感じになってきた、肉とかに火に通ればいけるんじゃない、焦げてる、あニラがうまそうだな、おいマジであれなんで、あのちっちゃいテーブル買ったんだよ俺この前、あそうなんすか、バイクとかだけ行けるように、うん、肉とかに引いておいてよ、だってあれじゃあねバイクに持っていけないもん、ああ、焚き火台もでかすぎです、ね、いい感じだよね、持って大丈夫か、隣のベースにちょっと行ってくるね、はい、全然すか一回貴重な炭火焼きだね貴重な炭火焼き、他全部ガスだもんね、マッキー、それかうち炭、最後に使った水だろう、自分でしばらく記憶がないよ、ボーリーキャンプ場、ボーリーキャンプ場炭使ったよ、使ったっけ、あれ炭で焼いてたの、炭あげた、あ、マジで、あれ炭だったのね、大丈夫か、助かったりしてね、タミヤのやばい、サナンダラジコンやるかなバッテリー5本あるからなくなんねえよ、多分こんなにやこスリップしてんじゃねえ、毎回不定期これで焼けるの、これで見える、あ、見える、もう良さそうな感じだね、そう勝手に開けた、完全に味、あ、でも全然何もなってない、しゃ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 、うん、そうこの水で軽く上げる、軽く上げた方がいいかな、蓋を寄るんや、ガスで直焼き、あ、火つける、うん、そう、仕方ねえな、ガスの力、ガスの力逃げるの面白い、行きますよ、焼きはまだ強しねえぞこれには行くぜ、はい、ガス抜きを直接ウィンナーに当てたくなるんですよ、うん、どうやって、おお、寒い
もう肉取れる中さ、もう食べてるやつがいますよ。試してこれかな、多分これだ。あまりで食いに来たか、うん、もうちょっとかな、うん、あれ女性ならね、ちょっと割れて脂がじわー、うん、それいいかもね。あ、定番ですな。何が？マシュマロ。そう、相撲は作りたが作りたいなと思ってマシュマロ、そこの田向かいのイオンで探したけど見つからなくて。これしか、これない？風が濃いみたいな。風よけ？うん。これ買ってないんだ。いいんじゃねえかよ。あ、風よけ？全部俺に風行ってくから煙がいや、あの、火を安定させるために。あ、大丈夫だべ。これ大丈夫だけど、うん、ちっちゃいやつメスティン用に買った写真映えのためにこれいいか、昨日映えのために昨日100均で買ってきた。100均え、それ高さ大丈夫？いや、だから本当あのアルコール用のあの、ま、あのストーブだ。あれね、うん、ちっちゃいやつね、うん、あ、でもそれどう、ないよりいいんだろうけど、微妙だな、高さが、うん、でも下カバーできそうだね、うん、うんうん、ありかもね、うん、あ、急に安定したじゃん、うん、これ広げてね、うまい、うん、こんぐらい近づいても大丈夫なんだっけ、うんうん、いただきます。俺のじゃないけど、ウインナーは。これはスモアを作ってるんじゃない。が耳だよね、やっぱり。うん、おお、この網はとうとう終わりかな。新しいの買った方がいいから。もう波打ってきた。おく、焦げた。うま。焦げた。焦げた。それ毒じゃん。色が毒だよ、もう。焦げた。焦げた。すごい、引き合い失敗した。その水色の何なの？マシュマロ。うーん、いや、こういう色のしかなくていいです。いや、新しいの使った方がいいんだ。毒だよ。取れないよ。やっぱ熱いのがうまいよね。うん、なんか、あっための欲しい。あと1個ないとダメじゃん。マネバーパキンって。そうだ。それよ。うん。の。これ。うまい。熱くて。うん。温めるとうまい。うん、地味がいい。1、自分の中身1に耳。いい感じに取ったやん。うまいか。人用に最高じゃね。うん、こんだけ人数いるのに B6 くんばっか使ってるで。他風はこれ最高だよな、やっぱさ。ミニマムにしろ。これ一番いいじゃん。これ6人で囲んで。B6 だから。うん、ああ、うまいうまいうまい。まあ、ゆっくり食えないとちょうどいいんだよ。いや、これ俺買おうかな、本当に買ったら。マジで。3点セットとか。これ、こんぐらいのやつ、今セロクで売ってるよ、コンビニで。安抜くかも。これバカにできねえんだけど、100均。いいよね。木が安定した。全然違うよ。誰の？オリの？全部オリ。木の買ってきた。他にちょっと揃ってきてるね。オリもそろそろ止まるのかな。でもバイク用に揃えたいから、ちっちゃいの。うん、だけど、あれだよね。私もこっちになってきたの。ブルーシートと、オリーズの中に寝るの？寝袋と。斜めのやつなの？どういうの？思うんだけど、ロリがあれに入る前になんか解散しそうな気がする、うん、いや、入らないよ。ただ立てただけだろ。それ言ったらこのパープもいらないっていらないんだよ。だってこれ本当に日差しが強い時とか、そうちょうどいいけど、これ何のために立てたのって言われたら何の意味もないよね。ここすごい日陰だもん、うん、なんかむしろ寒いんじゃないの。ここ風よけになってるわけでもなく、12時の頃まだここ日向だったもんね。うん、寒くない。岩谷のマイダン長中にいいんだよね、これ。
焚き火のそばに行けって話だよな。あったけ。何本かに分けてやる？これ熱いかな。まあいいか。これで取ればいいもんね。うん。俺これ使うの何年ぶりだべ、うん、2年ぶりくらいだよ。これ使う、このグリル使うの。キムさんいた時もこれあったもんね。夏あの多国いた頃、うんうんうん、あったもん、ね、6年前これ多分、うん、これ何年も持つんだね。これ結構あったら、これもそう。結構これやめてない、劣化しないの。使ってないから。あ、使わないからね。あ、これそうだ。あったっけ、ここ。うめ、うん、チャイナだよ。みんなあれがね、豪華に行き始めた。寒い。火とった、火とった、火とった。火が通り過ぎてる。でも、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。これ持ち上げらがないって数分でいいな、今度。もう、焦げる。眩しいじゃねえや、目にしみる。眩しいってなんだよ。この鳥だけちょっと怖いけど、真ん中だってこれ、うん、形でいけんすよ、いいじゃねえ。動画にあげるんすか。そう、自分が買ってきたステーキのように映ります。いやいやいや、映ります。手で行くの熱くないですか。柔らかい。食べてください。マジで柔らかい。まず綺麗なもの。ん、柔らかい。何が、シュエキ。おぉ、カレーをふんだんに、カレーやってからチーズ乗せればよかった。パンにカレーが染み込みそう。あ、回すのか。指開かないと思う。どうやんの、気持ち悪いね。ちょっとやばくないこれ。いいのこれで。結構さ、なくなるけど。伸ばしてからなんか。パンに伸ばせばよかったんだよね。ねえ、何やってんの。なんかで伸ばしたいの。その後何、さっきのやつ。あ、これでもうこれでいくか。気持ち悪い。そんなこと言うと気持ち悪くなるじゃん。いや、焼ければね、色が変わるはず。色じゃなくなるはず。すみっこが味しなくなる。なんか消化したように出てきたよ。いやいや。リアルに言い出したよ。普通にもらう。これなら焼き。はい。疲れたね。うん。一瞬飲み物かと思った。飲み物はこっち。あっち側でね、なんか楽しそうにね、うん、そうですやってるんですけどね。こちらこっち組み投げしましょうか。なんか悲しくなってきたな、今な。いや、こっちはこっち、楽しそうだし。じゃあ入れどっか行くか。行きます、いいっすよ。月木が休みだからな。月木や、月木休み。入ればいいっすよ。そしたら、うん、
とりあえず今名前喋ったから動画ボツだよね。あ、確かに確かに。名前本名出しアウトですよね。じゃあもう一回テイク2。ここはなんかここはなんかもう恋話始める。職場の名前喋ってるっていうのもアウトなんで、そうそうアウトなんでね。でまたテイク3。いつ？これ何回目ですかね。はい、もう今言ったよな。はい、もう一回ダメ。バリバリ言ってますよ。本名バリバリ喋って入ってくるんだよね。ボツじゃないですかこれも。いやどう使うのこれ。どう使うの。さあでいつあっちに行きますね。草刈りに行って。そうそうそう、もう寒いっすよって言う。草も刈りてえし、キャリも生きてえし、熊は怖えし。そうそうそう、なんか今熊冬眠しない、熊がなんとかって今日の朝ニュースで言ってたな。蕎麦の実食ってるって言えば、蕎麦の実がなければワンちゃんいけんじゃねっていう。あ、どんぐりとかも食べてますね。だどんぐりがないから降りてきてんだろ。うん、ちょっとアユトじゃん。あのさ、人の編集をさ邪魔するのはやめような。いや今は邪魔してない、無意識に言っちゃいました。いやもういいよいいよ、どうせ使わないことだから。あ、使わないのか。使わない時に限って普通に。あ、俺頼んでたんだ、そういえばパン。うん、頼んでました。頼んでた。何？え？あ、いいよいいよ。いや、焦げてんのもうまいじゃん。あ、どうも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 。さ、皿なくなったじゃん。でも裏返してもまた大丈夫です。皿？熱いな。熱い？皿あるよ。紙皿あるよ。あ、大丈夫大丈夫。俺半分食うか。裏返さなきゃ半分か。食う？これだけ俺食うよ。あ、どうぞいいっすよ。あ、じゃあお腹いっぱいなんで。俺もお腹いっぱいで、さっきトイレ行ってきたんだけど。で食べるっすか？なんかあんま食ってないんだよ今日俺。あ、なんか変なことばっかりやってたから。先生、やっとできました。褒めてあげた。あげた。褒めてあげた。いい色っすね。じゃあ皆さんどうぞ。どうぞ。いいですか。誰かが。一番最初は。ほらオーリー。オーリー。お腹いっぱいだけど。チーズ食べよう。チーズいただきます。さすがヤミ。どうですか。おいしい。ちゃんと燻製になってる。なってる。いただきます。あ、みんなそっち行くのね。じゃあうちも。じゃあこれにいただきます。彼女皆さんが取ってからゆっくり食べる。やんだ、やん、全部食べる気だ。甘みも、うん、うまい。お湯の分ありがとう。卵好きだから。うまそう。ほら、うまそうだね。うん、うま、うま、うま。味がいい。うん、卵うまい。マヨネーズもつけたい。うん、今バッテリーが 93% だよ。充電。これも充電用になってる。ということで後片付け終了しました。ということで今日の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。